そうすると逆にあのピッチャーはあれ宮本さんどうしたんだろうっていうようなことを少し考える、はい、集中力から言うとちょっとえ平尾さん何待ってるんだろう、うん、でいろんな余計なことを考え始めるんですよね、そういう時の結果っていうのはピッチャーあまり良くないんですよね。なるほど。もうテンポよくキャッチャーのサイン出ました行きましたっていう方が、ね、抑える確率は高いですよね、はい、センターに上がりました。センター柴原バック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 入った平尾同点第3号ツーランホームラン。7月の3日マーフィーから打って以来のホームランは値千金、同点ツーランホームラン第3号です。いや高めの球でしたけれどもしっかりと打ちましたね、はい。まあ、平尾の場合はね、長打力っていうものがあるんで、はい、今のホームランで別に驚きはしないですけども、まあ、でもよく飛びましたよね。そうですね、はい。ベテラン平尾の表情が何かこう力がこもった表情になっています。そうですね、まあ、この3連戦でね、まあ、いい結果というのはあまり出てなかったのし、はい、昨日はもうエラーも終わってね、もやもやがあった分だけすごい集中をしてましたよ、うん。平尾の同点ツーランホームランが出まして追いつきましたライオンズ、4回終わって3対3の同点です。